太陽光発電のコスト。太陽光発電のコストは、運転に燃料費は不要であるため、設備と設置工事費及び長寿命化のためのメンテナンス費用でほぼ決まる。開発当初は非常に高価であり、用途が限られたが、工業製品として典型的な価格低減を続け、現在では一般家庭でも導入可能な水準、コスト回収可能性ありに低減してきている。 昼間のみ発電する特性から、系統連携して用いる場合は、昼間の電力需要ピーク時のコストで論じられる。現時点でのコストは、既存電源よりも高価であるが、すでに条件の良い国や地域では既存の電源と、同等、もしくはより安くなり始めている。また蓄電して、独立型のシステムとして用いる場合は、蓄電池や他の電源を組み合わせた場合のコストで論じられる。一方、 途上国で送電網が未整備な場合、消費電力に比して燃料輸送費や保守費が高い場所など、産地、離島、砂漠、宇宙等では、現段階でも多方式に比較して、最も安価な電源として用いらる。今後も、さらなるコスト低減が見込まれており、中長期的にはコストが最も安い発電手段の一つになると予測する、報告もある。 太陽光発電のコストの相場は今のところ他の電源の数倍とも言われる。電力量あたりのコストでは価格競争力が不足するため現時点では普及促進に際して助成が必要とされる。しかし普及に伴いほぼ経験曲線効果に従って価格が低下し続けている。2012から2020年には条件の良い国、地域から 既存の火力発電と発電コストで競うようになると見られる。一部地域では2011年時点でグリッドパリティが既に達成されていると見られる。また中長期的にはコストが最も安い発電手段の一つになると見られている。うず。こうしたことを踏まえ、2030年頃になっても経済的に自立できないなどとする主張は誤りであるとの指摘もなされている。 現在の太陽光発電のコストの内訳においては、工事、流通、周辺機器等の費用の割合が大きくなっている。太陽電池モジュール、パネルの製造費は、米国における住宅用の場合で設備導入費用の2割程度と見られる。米国における2011年時点での住宅用設備 5kW におけるコスト構造の調査結果では、 設備容量 1kW あたりの導入費用に占める、モジュール、パネル価格の割合は4割弱で、残りは、周辺機器、工事、手続き等の費用と見積もられている。また、モジュール価格の内訳は、製造コストが約6割、流通マージンが約4割とみられている。日本国内においては、太陽光発電の発電コストは2007年時点で46円。 キロワットアワー前後とされるが、このうち1、3近くが、金利によるものである。金利を除いた賞味の発電コストは2011年時点で30円、キロワットアワー前後と見られている。また2007年時点で、設備導入費用のうち、約半分は、流通経費や工事費が占めていたとみられる。なお、2011年12月13日の、 政府内閣府のコスト等検証委員会では、住宅用太陽光発電の場合、2010年時点で太陽光発電のコストは33から38円、キロワットアワーとの見積もりを発表し、2030年には10から20円、キロワットアワー程度にまで発電コストが下がる可能性も示した。2016年の住宅用太陽光発電のコストは約18円。 キロワットアワーにまで減少した。太陽光発電は天候によって発電量が不随意に変動する。このため発電量に占める太陽光発電の割合がある程度大きくなると変動への対策のコストが発生するようになるとされる。すべてを太陽光発電だけで供給する独立型のシステムでは蓄電池のコストが上乗せされる。系統連携した場合についても 供給電力に占める割合が増えるにつれて、系統側で変動対策のコストが増すると考えられている。しかし火力発電に比較して随意性で劣る点においては、風力発電や原子力発電なども、それぞれ特性は異なるが同様であり、それぞれ供給電力に占める割合が増えるに捨て対策コストも増えるとされる。こうした電源の割合を増やすため、 電気自動車などの不可側との協調も用いて、系統全体の機能を向上させる、スマートグリッドなどの対応策の検討や法制化が各国で待っている。日本においても、今後のコスト低下の見通しやコスト負担の仕組みなどを含めた議論が行われている。一方、下記のように負荷的なコスト上のメリットが生じる場合がある。このような負荷的なメリットにより、 発電量あたりのコストが従来型電源の数倍であっても電力供給網全体のコストを低減する場合があるとされる P192 など経済面では投資誘発や雇用拡大技術革新の促進等産業としてのメリットも評価の対象となるまた太陽光発電単独ではなく様々な再生可能エネルギーを含めて包括的に 評価される例も見られる。政策の節も参照。電源として見た時の太陽光発電のコストは、下記のような要因に影響される。金銭的収支の面では、下記のような影響要因もある。日本における太陽光発電システム導入のコストは、開発が本格化する1970年代までは、住宅1軒分に1億円前後の導入費用が、かかる水準。 数千万円、キロワットであった P82 など、40年経った2011年現在では、数十万円、キロワットになっている、渦。日本における、キロワットあたりの設置費用は、1994年度から2003年度までの10年間で、半額以下になった。しかし2005年度で、新エネルギー財団による助成が打ち切られると、国内出荷量は、 減少をはじめ、価格も下げ止まった、渦。これを受けて2008年2009年に助成策の強化が図られた結果、国内出荷は拡大を再開し、価格も再び下がり始めた、渦。日本国内における住宅用の平均システム価格は40.5万円、キロワットである、2013年10月から2013年12月。国内における メガソーラーの平均システム価格は28万円、キロワットである2012年10月から2012年12。大手家電量販店、例やテレビ通販でも流通するようになり2012年になると国産品でも34万円、KWP 程度で販売される例が出現している。さらに輸入品を用いた例では30万円。 KWP 程度で販売されており、金利3%かつ、焼却20年の条件で計算しても20円、キロワットアワーを切る例が出現している。日本では、家庭用の小売電力については、実質的に、グリッドパリティに近いコストに到達していると見られ、今後もさらにコスト削減が続く見通しである。普及が順調に進んだ場合、2015年には2010年の、 ほぼ半額になると主張されたこともあった。実際には、1キロワットあたりの平均システム費用は2010年度平均の57万円、キロワットから2015年末の37.1万円、キロワットまで低下しており、低下率は35%程度であった。さらにどこまで安くできるかについては、不確実性もあるとされ、さらなるコスト低減の技術開発が進められている。 NEDO のロードマップ PV2030 では将来的にピーク時の電源だけでなくベースロード電源に並ぶ価格目標約10円 kWh が設定されている。太陽光発電のコストはいわゆる経験則に従って安価になることが知られておりコストを下げるためには技術開発だけではなく市場規模を拡大することも重要とされる。 このため様々な形態の導入促進政策が各国で施行されている。このような政策には一般に巨額の費用を要するが、ドイツなどの例においてはそれを上回る経済効果が報告されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。